お疲れチャンスラッです。今日ですね、こちらキャス兼マゾネクロヨグやっていきますということで、今期がねもうすぐ終わっちゃいます。残り5日ぐらいかな。はい、というわけで上がねすげー伸びてますね。今期ロングっぽいので3号なんですけど、まあ5日あればちょワンチャン4000出るんじゃねえかなっていう。はい、まあ4000って言われてもなんかあんまパッとしないと思うんですけど、まあ今までの8000計算でいくとほんとね、まあ8700、800、8900とかのほんとその領域だと思うんで、ちょっと離されないようにね、なんとかへばりついていきたい。あー早い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 、まだ感覚変わってないから来シーズンエリゴレ最強なんでね、まあそれを見据えてですか。あなたはだいぶ早いね、だいぶ。まあでもこれトリトンで引っこ抜いて筋肉ができるはずなんで、筋肉したい。取れなければ空中変座で卵をゴースト。ああこれもだってどう考えてもどう考えてもグッドゲームじゃないですかお兄さん。豚マシマシマシ。ああそんななんか便利なカード持ってたんだ。やれ、キング起動してしちゃうか。失敗だけはやめろ。うガチでそれだけはダメ。何この頭でっかちん。やべー下手こいてる。ザッピーだったかな。やべーいやこんなチャンスねえやろっていうさ、どう考えても仕留めれる状況だったよね。もったいなすぎもったいなすぎだけど、なんか相性良さそうで、これはねギャングいてなんか変な方だなと思うかもしれないんですけど、なんかキョスケロイフグのホバマザニクザッピーのあれよりも先に使われてたのがこっちですね。まあこっちが元祖ですね。はい、なんでも今ある方はこっから進化したって感じですね。あーライトラね、こう逆サイ行くとねリババ来て、こっち行ってもなんかリゴレで悲しい感じになりそうなんで一回捨てます。はい、捨てることも大事で、まあすごいエリババ来そう。見て離して離して離して頑張りたい。意外と入っちゃってるの良くないよ。やばいコストがで、これで絶対アチエリババ。よし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 、はい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 、ライドルだけだと豚が止まんないですよね。キョスキョ餌にね、なんでこっち帰ってくるん。こんだけいいこんだけいい、なんか教えを受けてんだお前らは。あこれもう絶対止める、もう絶対これだけで止めたい。こんだけ取られると終わる、マジで終わる。おマジで本当にビリビリ、一生ビリビリ。あぶん、あぶ、あ危ない。うえまだ強化されてないです。ここでまあヒーラー強化と、まあ、今回いなかったけどダクネも入ってくるって考えると、まあ、だいぶ恐ろしいですけどね。さあこのギャング型ね、まあ、意外とこのロイフグセパとギャングセパとかがね組み合わせ良かったりするんで、俺は結構好きな方ですね。でまあ今やっぱマイティとかいるんで、その辺に対しても戦える。初手ジャイはやばいな。なんだろうね、ジャイスキラか、まあジャイバルンガゴガゴか、エリポンジャイダクプリミニペレイジーみたいな。まあヤンキー、ヤンキーでさえジャイプリでした。うージャイライドラやば、ハゲる。なんで世にも奇妙なデッキが出てきますね。お兄さんほっ、うわーこれでけー、幸せです。でまあダックプリいるんで、ダックプリされたらレッツゴーです。あレッツゴーです。はい、さすがに山打つ。じゃあ行こないで、いやザッピーの竹は天才すぎん。ザッピーの竹天才すぎん。えてかロイグそう、おいザップ打ったけどロイグ。いや41残しはなんならいい、
なんならいい、右側このダメージが41残ってるおかげで。さあ入る、よしよし、ライドラー。でもなんか怖いっすけどね、キョスケの爆破でなんとか耐えちゃってみたいな感じ。ゴースト左垂れ流してもね、ガン無視されそうですけど、垂れ流すしかないですよね。でヤザップだったんで、まあディガーもいるでしょう、どうせ。まあ一旦ね、確実にね、相手もヤザップ削り入ってるっすね。いやこれやべえ、このザッピーめっちゃ大事だったかも俺。まあライドラシャバいやこれね、めっちゃ行ってもいいかも。いやめっちゃ行きたいけど全然行かない。だから体育ゴミだ。あ、ディガーがいないんだこれ。あ、優しい世界、ディガーいない。これ知れるだけでマジ違う。あ、引っ張らせてくれる。いや、ディガーいない。ディガーいない、やばいな。どうやっても通らない。さあ、守れば勝ち。まだ行くと見せかけて。行こうぜ。次は。ガゴ今度かい。まあまあまあ、守って勝ちですね。あ、でも、この時期はね、その呪文が矢だけなんで、まあ、ライドラとかは厄介ですよね。まあ、その分、こう、キョスケとかマザネクとか、まあ、逆サイド攻めて自陣で、処理ができるっていうのは強みですかね。はい、マイティ化をされたら来シーズンキョスケもだいぶ強そうっすけどね。大型用でだいぶ輝きそう。キョスケ時代ちょっと来るかもね。まあキョスケでエリゴレが止まんのかって話ですけどね。まあザッピートリトンとかマザネクぐらいいるとね、なんとかなりそうですけど。うわー、このねー、マジで鋳造的なグールに出てくるこの感じね、スパーキーなんですよね、この鋳造くん。俺の記憶が正しければ。しかもヤレージだ、これやべえ、ヤレージ打ってくださいの構えしてる。いやこれ美味しい、さすがに行く。いやもうね、スパーキーが止まんないんですよね。鋳造なんよって、これヤレージやるって言ったっすよ。まあレイジ落とされる。スパーキーの受けなんか苦しいね、このデッキ。まあキョスケからのゴースト的なパターンもあったんですけど、なあ、どっちが良かったかって言われたらそっちの方が良かったのかな。いて、スパーキーやべえな、何も対策ねえ。まあ左にスパーキー出させてかな、俺の戦い方は。もうブタ多め5体。いやこれ終わるな。いやナイスペチ、なんかありそうだな。うわ全然ないっす、ごめんなさい。ちょっと耐えたいんですよね、理想。うわ耐えれないっす、くそ。終わったっすね、マジ。どうすんだ、ヤレージ使ったよ。およよ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 
ごめんな。あ、やべ。あれ？いや、言い換えた。山行けつえ。
いやでも全然ある全然ある、あんのかな。いや一生スパーキー来る。ミニピー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 、いやマジ不安足りそうなんだよ。マジでワンチャンス。まだマイティぶっ飛んでくるんであいつ。きつい。ずるやね。ちょっと待って。ちょ待って。タンマ。結構ずるじゃね。あれ守れる。キョスケの体で受ければよかったか。いやこれ多分きついっすね。スパーキーはもうシャーなしでいこう。いや無理なもんは無理ですよ。いやスパーキーもマイティーもぶっ壊れ。うん、まあ、今環境3トップっすね。枯渇マジアチオールブレイカースパーキーで、来シーズンも、まあ、マイティーは解放されるんで、スパーキーとマジアチオールブレイカーはね両方ともあんま変わんないんじゃないかな。なんならちょっと大型増えて環境良くなる可能性まであるっすね。強そうだいぶ。さあランジャックってことはもうバルーンかゴレの2択っすね。あーリピーゴレですね。来シーズンもゴーレム強いのに今シーズンもゴーレムかい。来シーズン卓に入れるんでしょ。そうやってよ。キョスケ走れ。オッケー。えロイフグめっちゃいるぜ。タルもねえし。ギャングツイがちょっとありだけど、こっちか。いや、天才だこれ。だいぶ入るぞ。だいぶ入ってくれ。で、トリトンでゴーレムはさばけるんですけど、まあ、ライドラをさばけないっすね、私は。フェニックスも。だから、最悪1本、あんエリポン、マジ。強すぎ。これクエイクだったらな。いやこれね、守れない。え、そっち？俺絶対あのさ、右に置いた新品のやつを守りたいと思って、俺が持ってんと違ったな思考が。ゴレ右サイドだと思ったんですけどね。守りたいっすね。守れるならだけど、守れねえかな。いい感じに。なんかめっちゃ止まった。やばい。うザペー。いいだけ。いやよく耐えた。でもこれ耐えたら怖いもんね気がしたけど。このゴレも怖い。よしよし。いやキョスケもザピー素敵。早めに蓋しようか。うわーもうね全てねじ込んでくるからね。だから右サイド折れてるわ。ラッキー。これね守るむずいじゃないですか。もう守るんですけども、なんかこうなんか逃げ防衛。よしよし。いやロイオクこれ強いよな。これでしかも相手のターンにちょっとダメージ入るもんね。んどうした？かゆかったか？大丈夫か？さっさぎちょっときついけどね。ゴーレムはこのデッキでなんとかなりそうなんで、このデッキも来シーズンちょっといいか。何も調整されないよな。マイティゴブリンとかでしょ。エレジャイカーゴーレムの2択100です。それ以外のデッキ来たら本当に毎日日本投稿 したいぐらい。やべ、なんかワンチャンそれ以外デッキ来そう。なんで？まあ、ゴレか。エレジャイでした。まあ、同じか。よかったよかった。でもなんか違うんですけど。エグリアン。なんかトリトン。なんで？
これトリトン使わんでも守れそうだと思ったんですけど、トリトン使えばよかったですね。全然守れなかった、思ったより。まあ、ボンバー裂いてくれたら、いやー透けすぎんのか。これね裂いてんですよね。でも今、あ、いいこと思いついた。セパればいい。さあどっちかだけど、あのスケキンさ、ワンチャンキンキン狙いたい。うわーめっちゃいいそれ。え、このキョスケだいぶ奥まで行っちゃうかな。だいぶ奥まで行っちゃいそうだけど、あのスケキンこの位置、あ、お互いそんな、いや、いて、痛すぎ。いや、でも、意外と入ってるな。俺もだし、相手も。さあ、ボンバースケキンか。ちょっとロイグに強いけど、まあ、俺は守るっすね。守れば、全然多分、勝手にチャンスになると思うんで。攻めるな。勝手に攻めるなっていう。本気で守れっていう使命を持って戦います。相手も多分守りたい。僕守りたいような顔してる。これ行ったら危ねえかのかな。めっちゃ行ってんだけど。なんか変な飛んできたっす。で、今回な、いや、ライトニングあるんかい。知りたかったんですよね、あるの。いやー、これね、むずいな。意外と、鉄壁なんで、相手が。頑張るプラン。頑張れそうじゃない。うん、これ止めたらもう本当に毎日3本投稿でもしてやる。まあ止まんないんですけどね。よし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 、グッティグッティグッティ。いや、まあ大型に多分強いんですよね、スパーキー以外これ。はい。てかマッチング行かれてね。まだバランス調整来てないっすよ。今日大型しか来てなくね。何これ。絶望か？俺らに待ってんの。この状況で、高回転系、下方されて、来シーズン大型強化ですよ。やばいよ、マジ。だいぶ絶望なんだけど。すでに大型パーティーしてる。結構笑えないっすよね。大型嫌だもん。マジで。もう、マジで意味わからんもん。まあ、これはザッピーかトリトンどっちかにしかトルネード使えないよの、グッドゲームです。帰れ帰れ。いや大型しか来んやん。えぐ、何これ、たまたまか。いやー来シーズン楽しみだな、楽しみだな。何使おうかな、マジで。キョスケザッピーこれに、てかキョロイめっちゃ強そうじゃない、来シーズン。そしたらほんまに大型をしばくデッキというかカード詰め込まないといけないですよね。デリバリー入れたいな。キョスケデリバリーで攻撃全部吹き飛ばす。まあこれは端前入れちゃいの可能性あるし、一旦後ろから行っちゃう。おーマジでどうなってんだクラロは。何これ祭り今。どういうこと、まあ、マジめんどくせー。これね、で、なんかもうバチコーン、下にとやってきたり。マジでやばい。嫌だ。普通になんか嫌だ。
暗い。いやーだってでもミラーまっまあいい。最近のクラロワ事情についていけないけん、マジやばい。やーまあこういうのでショック出していこう。まあトリトンいるんでだいぶ守れるんだよな。いや意外と守れる、意外と守れると思いたい。やっぱね両サイにこう振っていくのがいい。どっち引っ張るんだこれ。うわーなんか押してる、よくねそれ。豚が、いや頑張れる。なんか嫌な顔してるな、だいぶ。だいぶ嫌な顔してましたね。危ねー。おや、ワンチ。いやめちゃめちゃ冷静、めちゃめちゃ冷静。私は今とても冷静です。守ります、守ります、守れますよ。ロイフグゴー、やなめ構えてグッドゲーム、お疲れ様でした。見た目いかついけどバランス悪いんちゃう、そんなデッキ使って。なんで守られたんやばすぎ、どうなったらこうなったん。エレジエスパーキーエミラースケベー、まあパーティーデッキですね。いやーマッチングやばくない、やばくないか、やばくないか。え何これ大型しか当たりませんドッキリみたいな、ほんまに。おえちょっと待って、嘘だと言ってくれ。お前はエリシャイでもゴーレムでもないって言ってくれ。どう頑張ってもゴーレムエリビお前ベベやろうや。いけ、はい、えらい。まあ、えぐいな。まあ、ヤザーとかかな、これ。ザック持ってんだよな。セパでよかったな。ですよね。どう考えてもセパレートでよかったですよね。ゴレ展開来い。エリババ持ってるんで、今、ロイホグ行くとフルカウント上げて苦しくなる。ケツゴレに合わせたい。待つね。多分ケツザッピーとかしちゃうと、もうなんかケツゴレドゥーンからのガンムシエリババズドーンで終わっちゃうと思うんで、いやー私待ちたくないわ。私待ちたくないのよ。いや私待ちたくない。なんかやだグッドゲームとか言われるの。はいそんなもんですよね。はいはいはい、どうぞどうぞ。でダクネつけてランバーつけてボンバーつけてやらめザップエリババ添えてがしたいんでしょ。来シーズンしてくれ。もしつつな、そんなあなたはブーブークッションにハマってもらって耐える。いやでもマザクル最近だ。
え、ゴースト残ってる。これ絶対熱い。ボンバイ嫌いです。結構入るよ。またね、またそれしたいんでしょ。また後ろからダクネ添えてランバーもつけて逆サイリババステッパー、それするだけ。マジ嫌い本当にガチトンすぎるかもしんないけど、ほんまに嫌いなんですよゴール。なんか防衛言うてむずいじゃないですか。まあ今回トリトンもザッピー見るんでなんとかなるんですけど、帰れ帰れ、これが大事。帰ってもらう、帰ってもらうことによって防衛が楽になる。やべ、キョスケが、やべ、俺の大事な相棒が、相棒ベイビーどこ行った。やばい、これこんなぐらいやばいかな。いや、爆破一応当たる。ヤザね行きたいね。うわー怖ーい。行きたいけど、でもう一回守ります。これは守れそう。嘘、守れ。あ、やだ、むけんない。あのね、なんかヘッポコ防衛してたわ。ふざけんな。大型環境やん。